こんにちは、佐藤武海です。今日はですね、バブラのフェアドライブの、最新モデルの試打会の会場に来てまして、今日初めて打ってみました。僕の感想としては、フェアドライブの良さっていうのはもともとあんまりこうスペックが変わらないということと、その打ち味っていうのがあまりこう大きな差っていうのはないんですが、それが一つの良さっていうの、バブラの良さっていうふうに思ってます。でそんな中でもこのピュアドライブに関してはちょっとこの当たった時の、フレームがこういい感じの硬さになってるなっていう感じがしました。ですのでこれはブラストの45ポンドかな、45ポンドだったんですけど、これでもかなりスピンかかりますし、ご存知の通り僕はめちゃくちゃ25ポンドとかそれぐらいのポンドでやってるんですけど、この今45ポンドで打ってもものすごくスピンもかかったりっていうのはあります。もちろんこれ300なので、今実際に僕自分で使ってるのはちょっと重りをつけてちょっと重めにしてるんですので、ちょっとその辺のフィーリングっていうのは違うとは思いますけど、このベースになるこの 300g のフレームっていうのは ものすごく移行しやすいなっていう感じがします。これもものすごくこう、反発がいいっていう感じですね、スピン、スライスすごくかけやすいし、今日は渡辺圭介プロと打ったのかな、最初ウォーミングアップで打たせてもらったんだけど、その時も、彼のいいボールに対しても、こう負けないね、打ち負けないっていうのがあるんで、これラケット重くなったらもっといいんじゃねえかっていう僕の個人の、感想はそこです。ということで新しいピュアドライブを紹介でしたけど、僕はこれ間違いなくこっちにします、なのでどちらかというと、ピュアエロがもう少しフレームがしっかりしている固めで、今までの前回までの世代のピュアドライブよりもその中間に位置するのかなという感じがします。なのでアエロの人がこれを使ってもいいだろうし、ピュアドライブの子も、そのまま移行できると思うのでおすすめでございます。ロングは1月発売ということで早く出してください。それもまた楽しみですね。またロングになるとロングになるで、こうフレームのしなりっていうこの良さっていうのがあると思うので、そこは僕は実際はロング使っていることが多いのでそれは楽しみです。あとは一応報告だけしておくと、こう内側ブツブツ問題に関しては、なんか気になる点が、そう気になる、もう気になってちょっと眠れなかったんですけども、この内側にこうちょっとこうブツブツ、ここね、ちょっとドットがすごいありますよね。ストリンガーの人がこうちょっとが内側にこう、よくシール貼ってますけど、それをよ防止するためのものだから、そういうわけではないですよね。あのシールがの跡が残んないような。本当に、うわ、いやいや、てかシールはそれ乗らないんだ。乗らない。じゃあ外側に貼るってこと、影響しちゃうな、プレーに。本日はないですね。今回相当あれは良くなかったのかな。っていうのが現場からは以上です。